それでは時間になりました。東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、通称国会事故調といいますが、第8回の委員会を開会いたします。まず調査活動報告についてですが、各ワーキンググループの調査活動について簡単に報告させていただきます。まずワーキンググループ1について石橋委員をお願いします。はい、ワーキンググループ1、これは事故調査のワーキンググループですけれども、ここでは東京電力へのヒアリングを継続して実施しておりますとともに、原子力地震津波の専門家、それから規制当局である原子力安全保安院、あるいはその他の関連組織、こういうもののヒアリングを行っております。さらにこれまでに要求して入手いたしました資料の調査分析を実施しております。以上です。ありがとうございます。それではワーキンググループ2について横山にお願いいたします。はい、横山です。このワーキンググループは被害者調査を中心にやっておりまして、引き続き放射線による健康の影響や環境影響について専門家に対するヒアリングやデータの解析をやっておりますが、それ以外に社会的被害についても着目して被害状況のヒアリングを受けております。前回の委員会ではウクライナの専門家からチェルノブイリ原発事故の被害状況に関する知見をお伺いいたしました。さらに31日に出発する対外調査においてウクライナのみならずベラルーシ、ロシアというチェルノブイリ原発事故被害3部を訪問しまして、実際に生じていますさまざまな影響を確認し、今後の調査に活用していきたいと思っております。今後の調査として、前回の委員会でご報告しました避難を余儀なくされた方々を対象にして行っておりますアンケートのデータ分析を行う予定です。現在のアンケート対象状況は本日時点で8700通集まっております。以上です。ありがとうございます。それではワーキンググループ3についてお島にお願いいたします。はい、ワーキンググループ3は政策調査を担当しておりますが、続きまして東京電力をはじめとします今回の事故の関係者に対するヒアリング、それから資料調査、こういうことを進めておりますと同時に、日本および主要諸外国の原子力法規制に関する調査も進めております。また日本側の事故対応、あるいは情報開示状況の検証のために、海外から見ればどうだったのかという視点から、アメリカ原子力規制委員会 NRC が公開した島原発事故後の約3000ページに及びます電話会議等の内部記録に基づく分析も進めております。なお第6回委員会で報告しました通り、4月上旬に政策調査の一環として欧州に海外調査に行ってまいります。次回委員会で結果を報告を行いたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。それでは本日の参考人との質疑等々を開始いたします。本日はご案内のとおり、東京電力株式会社フェローである竹黒一郎氏と、内閣府本部の参与で元原子力安全保安委員長である広瀬健吉氏を両氏を参考人としてお呼びしております。お二人は事業会社と規制監督官庁という立場の違いはありますが、共通してこれまでの原子力安全について直接責任を持つ立場で活動されておられました。なお、お二人の略歴については若干見えにくく恐縮ですけど、スクリーンをご覧ください。本日は、そういう意味では福島第一原子力発電所の事故原因を探る上で、安全に一義的に責任を負う事業者の責任ある立場として、そしてその事業者を監督する規制局のトップとして、お二人からこれまでの活動の総括をいただくと同時に、これらの議論を通じて事業者と規制当局の今後の在り方を探りたいと思っているわけであります。お二人もちろん別々にお呼びしております。よろしいでしょうか。